どうも皆さんこんにちは。今回はダイソーで買ってきた VR を紹介します。それではどうぞ。ダイソーの商品紹介 VR。 VR カモン。こちらの VR のお値段は550円です。対象年齢は15歳以上です。開けるまで長いのでカット。中開けたらこんな感じに入ってます。最近久しぶりにダイソーに行ったらゲーミングマウスが売ってたのでいつか紹介します。中には VR 本体とレンズを拭くやつとなんか黒いものが入ってました。対応機種はよく確認して買った方がいいです。口を外します。見た感じはシンプルなデザインの VR です。 VR メガと書かれています。固定用のヘッドバンドは長さが調節可能な伸縮性のバンドです。そしてこれはレンズの位置を調節するためのものです。このように動きます。左右だけでなく前後にも動きます。スライド式スタンドになっているので、横の方が取れるようになっています。ここにスマホを入れます。試しに iPhone 6 をセットします。普通にはまりました。それでは試しに VR をしてみます。ちなみに今回していく VR は、両すべて見れる360度動画です。それでは VR をやめるまでカット、20分後。使ってみた感想は普通に楽しめます。このクオリティで550円なら買っていいと思います。紹介し忘れてましたが、この VR はスライドすることにより、AR にも対応できます。もしアドバイスがあったらコメントに書いてください。それじゃまた次の動画で。